みません、なんちょっと取れてなかったので僕の副音声つけてやりました。ディメンションボックスリミットエディションを買いました。はい、素晴らしい。拍手拍手パンパンパンと3つ買いました。これね、はーはーハークション、本当に買うのが大変で全国で売り切れ続出中。めちゃくちゃお店行ったんですけど売り切れ続出で、僕もねもうねやっと買いましたよ。これ本当にラスト1個だったんですよ。ラスト1個で、ラスト1個で買ったお店今日もう1回行ったらなんかなんか値段がね上がってた。そう、プレミア価格つく感じのあれなんですけど、開けてみましょう。おとりずペンデルムドラゴン、つなぐり病液スドラゴンとかね、いろいろカードが入ってますね。すごいですね。ね、これはねデッキではなくね、カード45枚の組み合わせなので3つカードが普通なんですよ。開けてみましょう。パカッとなっと、はい、出ました。すいません、音が何も取れていませんでした。もう一回説明します。もうなんかアホみたいにテンション上がってたな。というわけで、ここディメンションボックスってやつは、アニメに出てくる四竜っていうカードのイラスト違いが4つ、キラキラなバージョンとスリーブと箱が入っております。くそ、めっちゃ丁寧に説明したのに全部音なかったんだけど。うわぁ、こうなってるのね。あれ、あ、この3枚だけか。この3枚だけちょっとこういうちょっと特別扱いになってますね。うわぁうわぁうわぁ、怖い怖い怖い、いかつ。いや、これマジかっこよくない？めっちゃ光ってるんだけど。はい、というわけで、オッドアイズペンデラムドラゴンのイラスト違いと、ダリベのイラスト違い、そしてクリアウィングのイラスト違いでございます。やばい、かっこいい。やべ、ちょっとすぐスリーブに入れよう。はい、というわけで、ここから45枚ですね、そのカードが入っております。これ別にデッキを組むようなカードじゃなくて、なんか強いカードの寄せ集めです。だからこそ多分売れてるんだと思うし、3箱必要になってきます。同じカード3枚までデッキに入るんでね。はい、というわけで、こちらスタッベノムフュージョンドラゴン、四竜の一人です。かっけえなー。はい、再録、砲丸の魔術師です。ええ、砲丸ノーパラなの？え、嘘。え、ノーパラ、ちょっといらない。や、ありがとうございます。でもなんかいいっすね、ノーパラですね。あー、出ました、上限の魔術師、超烈の魔術師の進化版ですね。ペンデラムスキル8になっております。魔術師、あ、これでも全然使えるな。なかなか優秀なチューナーでございます。ファントムナイツミストクローズ、除外されているファントムナイツモンスターを一体手札に加えれると。わー、なるほど。ただこういうの墓地効果なんですよね多分。はい、来ました、スピードリフト。こいつがね、ちょっとね、ベーゴマックスが多分次来年息を引き取るって言われてるんで、これはでも強いですね。フィールドにチューナーが1体並みの場合に敵からのレベル4以下のスピードリフトも最低特殊召喚します。ただその時効果発動できないので、ベーゴマックスを持ってきても効果は使えませんと。まあけど、うまい具合にフィールドにチューナーとモンスターが揃えるカードでございます。プレデターブラスト、プレデタープランツの新規です。うわー、これ強くね。捕食カウンター好きに置けるってこと、強いな。オスティナート、これで幻想がねだいぶ強くなるっていうお話を聞いたことがあります。あー、ここら辺はちょっと再録。うわー、これ再録、これ新しい子ですな多分。再録かな。あ、出た出た、月光ムーンライトカレイドチック。融合素材になれるんだ。で、墓地の融合1枚手札に戻せると、除外された場合にバトルフェンで効果発動できない。はあ、いかついな、なかなか。ムーンライトブルーキャット、あー、ブラックシープだ。ブラックシープもノーパラですね。ちょっと分かりたいんですけど、ちょっと光ってます、ノーパラ。あー、出た、 V ジャンプの女。あー、出ました、バラバラグラスベル、こいつが強いです。召喚特殊召喚で成功した場合に敵からバラバラ1体を手札に加えます。発動後自分の活属性も差しか特殊召喚できない。スピードロイド、ベーゴマックスな匂いがしますね。リリカルルスネニア、リサイトスターリング、レベル1エクシーズですね。なんかでもそんなパッとしなかった。レベル1デッキに入りそうな匂いがします。超獣族レベル1モンスターのサーチ、来ました、超獣武者の新規、超獣武者第8。こいつは強かった気がします。確か召喚特殊召喚成功時に表示形式を変えマスト。で、守備のまま攻撃できるのと、こいつを攻撃表示にしたらデッキから超獣武者ソウルカード1枚手札に加えれると。いやー、はかどりますなー。超獣武者新規3枚もあるんですよ。チンコビ、あ、天秤と、ステンドジと武蔵。妖仙獣の新規です。妖仙獣の神嵐。レベル5以上の妖仙獣サーチと、サレン神獣とウレン神獣をいきなりセットできると。妖仙獣基本スピリットみたいに手札戻ってくんで、フィールド空いてることは多いと思います。魔界劇団ティンクルリドルスター、これなんかネットで見たぞ、なんか微妙だみたいな話されてた気がします。3回攻撃できる、もうなんか可愛いから許しましょう。出ましたね、今回最も凶悪と言われるカード、デストイパッチワーク。デッキから融合1枚とチープモンスター1体手札に加える。3枚入れましょう。異形神の契約書 DD ですね。フィールドの DDD モンスターがエクストラデッキから特殊召喚された時に効果が出ます。シンクレクシーズペンデラム融合それぞれありますね。
出ました。ブルジョアカードテムジンも再録でございます。これで DD かなり作りやすくなったのではないでしょうか。アレクサンダー、カリウガも入ってます。レイドラプター、ザアーセナルファルコン、見た目がすごいかっこいい。エクシス素材一つ切って、レブリオン、レイドラプターズか、レブリオン特殊召喚します。墓地へ送られて、素材元墓地行ったらエクザルデッキからこいつ以外のレイドラプターズエクシス素材で特殊召喚して、わあ強い。ライズファルコンも、ここら辺も再録ですね。レボリューションフォース、忍者も入ってんだ。これはね、どうなんですかね。あ、ドラピーズマジシャン、モーパラに降格したのかな。ガーディアン、月花火、星6のガーディアンです。ドローできて直接攻撃できるみたいなあれがあるんですけど、このターン使ったら次のドローフェーズ使えないっていう、なんかなんとも言えないしね。ブラックフェザー、グラディウス再録です。これも高かったカードの1枚。ビーフが1体のみの場合、手札が特殊召喚できます。これめっちゃ高かったんです。多分2000円超えてるぐらいです。ノートゥング、再録。クリムゾンブレーダー、なぜか再録。ミトゼンモズカラミディ、なぜか再録。ギャラクシーズフォトンドラゴン、これはまあ嬉しい。ダークマターも再録か。レアリティがノーパラデイ。サイバーブリマン、あ、プリマン。アドバンス召喚に成功した場合、フィールドのテンションが上がる。うぅ、強い。え、強い。ていうか、サイバードラゴン特殊召喚して、アドバンス召喚して魔法を全部みたいな感じかな。わかんない。サイバーはよくわかんない。あ、でも絶対サイバーだね。何これ、ブレードスケーターとエトワールサイバーと何もわかんない。ちょっと知らない時代のカードですね。アドレーションも入ってんかい。トリニティ。すげえなぁ。融合召喚で成功したターン、攻撃力が元々の倍、5000になると。3回攻撃できるか、直接攻撃できない。直接攻撃してほしかったですね。で、あと入ってるのが、かっこいいんですよね。カードを入れるスリーブです。あとカードを入れるボックスです。僕いつもこれの金色のやつを持ち運んでおります。組み立てずに進むんだ。あとはこれだ。なんかデッキケースが入ってます。4つ入ってる。はい、内容は以上になります。ひとまずね、3つ確保できたのが本当に良かったと思います。早くスピードロイド組もう。あとね、年末に確かね、魔術師のストラクチャーデッキも出るんで、ちょっとね、今年の年末はバチッと魔術師を作りたいなと思っております。とりあえず3つ揃えられてて、俺ら良かった。以上、今日のお話をします。